馬屋用文化の斎藤。紀元前2200年から紀元前2000年頃、上海博物館所蔵馬屋用文化の斎藤馬屋用文化は、中国西北の内陸部である、黄河斎上流部の甘粛省や、青海省に存在した、新石器時代後期の文化である、甘粛斎藤文化とも言う、陶器表面に様々な文様が描かれた斎藤が代表的であるほか、 制度でできた物品もすでに登場し青銅器時代の幕開けとなった。1923年に甘宿省臨東県の馬屋用村で遺跡が発見されたことからこの名がある。馬屋用文化では焼く前の壺や調理器に筆で酸化鉄などで黒や赤の文様を描き、鮮度前後の温度で焼いた斎藤が多数出土している。馬屋用文化は 行商文化の遺跡の上の地層から発見される。そのため、甲賀中流の中原に発した行商文化が西へ向けて広がったものと考えられ、今から5700年前以上前の新石器時代後期に出現している。馬屋用文化は出土物の類型から石峰下、馬屋用、半山、馬称の4つの類型機に分かれている。 これらの出土した地層の関係や炭素14による放射性炭素年代測定から石峰軽い景気は紀元前3800年から紀元前3100年の間に馬や葉類景気は紀元前3100年から紀元前2700年の間に半山類景気は紀元前2600年から紀元前2300年までの間に馬小類景気は 紀元前2200年から紀元前2000年の間にそれぞれ栄えたと考えられる。ありがとうございます。